奈良初の外資系5つ星ホテルの JW マリオットに行ってきました。できたばっかりなので外観もとても綺麗です。ホテルに入るときに検温と手の消毒をしました。着いたのがお昼の3時だったのですが、ロビーにはチェックインができず待たされている人がたくさんいました。ロビーに鹿の絵が描いてあり、奈良らしさを感じることができました。チェックインまで20分以上待つことになりました。30分ほど経ち、ようやくチェックインすることができました。今回はボンボイゴールド会員だったこともあり、インルームチェックインにしてくれました。ベッドの上にも鹿のオブジェがありました。ベッドの隣にも可愛い鹿の置物がありました。クローゼットの中に余分のタオルも入っているので、ジムの後にも使えます。冷蔵庫の中に JW マリオットオリジナルのジュースも入っていました。コーヒーはネスプレッソマシーンが置いてあり、私の好きなルンゴのカプセルも置いてありました。ではこれからプールへ行ってみたいと思います。プールへ行く専用のエレベーターに乗って4階から5階へ行きます。プールは朝の8時から夜の8時まで営業しています。奈良観光が終わり、部屋に戻ってくるとターンダウンサービスがしてありました。枕用のミストも置いてありました。朝食はルームサービスを頼むことにしました。私はこの JW ブレックファーストにしました。部屋にトースターを持ってきてくれるので、温かい状態で食べることができます。
このポーチドエッグにはトリュフオイルがかかっているのでとてもいい香りがします。朝ごはんを食べてから運動しに行きました。フィットネスは24時間営業しています。レイトチェックアウトで2時まで楽しむことができました。